はいどうも、こんにちは、ブラザーズキャンプチャンネルの、杉です。今日はですね、ロープワークをしていくんですけども、ロープテークルというやり方をご紹介していきたいと思います。まずロープテークルっていうのはですね、木と木の間に、結ぶやり方なんですけども、まあ、タープとか張るときに使います。でやり方なんですけども、まず、片側の木にもやい結びでつけていくんですけども、まあ、そのやり方もちょっと説明していきます。で、こうやってねじります。ねじった輪っかにこれを通してきて、こんな感じですね。通してきて、で元の輪に返してきます。で、ここでギュッと縛ったら、これで終わりです。で、これを反対側の木に、渡していくんですけども、巻いていったらここにこの辺ですねに、まあ、鎧結びというやり方でまた輪っか作っていくんですけども、でそのやり方が、こうやって一回ねじります。でそれをこう手前側にこうスライドさせていきます。でここに指を入れて、でここのロープを引っ張ってきます。ならこれで輪っかができました。でこれに、さっき回してきたロープをこう入れます。ほんなら滑車の原理でですね、引っ張っていくとどん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 縛っていきます。こんな感じでビンビンなんですね。でこれをもう一回回していってやって、ほんならこの状態キープできるんで、でこれを最後ですね、こう巻いていったこの2本のところに、まあこんな感じで、まあ、4回ぐらい適当に回していきます。ほんならここで縛っていきましたんで、でここでまあ肩結びをしてあげると。ほんならこれで張れる状態になりました。でここでまあ、洗濯物とか、これタオルですね、タオルとか干せると、こういう簡単なやり方になります。まあ、ぜひ参考にしてください。以上です。ありがとうございました。